鳥井新門は神谷八幡宮は茨城県日立大田市にある神社。旧社格は豪社。大英年間、佐竹義人が鶴岡八幡宮より誕生して大田城内に祭り守護神としたのが始まりであり、それ以来佐竹氏の祈願書となった。佐竹氏は関ヶ原の戦いの後に秋田に天保となるが、その際に大竹城の守護神として、 当神社の神霊を常中に奉仕し、後に、城の東の大館八幡神社に祭り、天保の後でも、守護神としていた。慶長十四年、水戸藩書大藩主、徳川頼房が7歳の時、病気兵有を祈願して全開したとされる。それ以来、水戸徳川家の数計厚く、元禄五年二代藩主、徳川光国が、大田号の陳述とした。法永五年、 名しされた、大大成り神社と共に、大田城内から、現在の地に社殿を移した。鶴岡より、環状放災された際、鶴子なる女性が愚伏してきたり、祭主を司さどったという遺書に基づき、昭和15年に、宇じ子の巫女たちによって、鶴子舞が奉納された。近年、この巫女舞奉納が復活し、霊体祭などで、浦安の舞、とよさかの舞、 八乙女の舞がおごそかな雰囲気の中に愛らしさを持って奉納されている。JR 日立大田駅から北へ約 1.5km。徒歩約20分。八幡神社、秋田県神社町。2015年10月12日へ閲覧。ありがとうございます。